正代とはやっぱり小学校の時からサッカー一緒で本当に上手いやつだなと思ってて、それで正代とね一緒に中学行ってサッカー頑張ってやれたことは本当に嬉しいです。嬉しかったです。なんだかんだ真面目なところですかね。いろんなことに真剣にやって真面目に部長としてもう本当に一緒にやってましたし、もう自分副部長だったんですけどいろいろ助けられたんで本当に感謝してます。正代はいつまで経っても我らがキャプテンです。これからもよろしく。正代おめでとう。またサッカー部で集まって飲もうぜ。おめでとう。思い出、まあ、山とかね川とか一緒に行ったりしたよね。一言か、最初はちょっと気難しいかなって思ってたんですけどね。いいところ、そりゃもうこの光沢のあるボディでしょ。すごいんだから、これすごいんだから。正代お前との思い出はな、思い出しよ、中学校の時に散々肩パンされたことだ。正代を一言で表すとバイオレンス。正代のいいところはみんなをまとめ上げてくれるところです。正代そして新婦の皆さん、結婚おめでとう。末永くお幸せに。どうも私です。正代皆さんご結婚おめでとうございます。大丈夫ですか、誰だこいつってなってませんか。もしなってたら卒アル見てくださいね。うん、正代とはね小中一緒で、まあ、彼はサッカー部のキャプテンでイケメンでね、まあ、いわば一軍ですよ。まあ、そんな彼がね、まあ、三軍の僕とかもねよく話してくれて、で成人式の日も確かすごい話しかけてくれたのがすごい嬉しかったですね。はい、彼一言で表すと、まあ、やさおかなと思います。まあ大変な時期だけど奥さんと手を取り合って、まあ、仲良く幸せに過ごしていただければと思います。俺のこと思い出してね。どうも友人のノブです。正代とは小中高合わせて計8年間、一緒の学校に通っていて、今回結婚するっていう話を聞いてとても嬉しく思います。おめでとうございます。正代を一言で表すと誠実で真面目な優しい男だなと思います。結婚していく中でいろんな困難等あると思いますが、かなさんと一緒に乗り越えて幸せな家庭を築いていただければなと思っております。おめでとうございます。ありがとうございました。正代くん皆さんご結婚おめでとうございます。正代くんとは中学校そして高校、同じサッカー部で過ごさせていただきました。正代くん僕にとっては本当にお兄ちゃんみたいな存在で、サッカー上手くてかっこよくてなんか優しくて本当困ったもんですよ。僕は本当正代くんの本当に血はつながってないけど正当な弟だと思ってるんで、いつまでも尊敬します。本当におめでとうございます。ちなみに僕今神戸にいるんですけど、いつまでも湘南バイブス忘れてないんで、正代くんも頑張ってください。おめでとうございます。正代くん皆さんご結婚おめでとうございます。正代くんとは小学校中学校時代、ずっと一緒にサッカーやらせてもらってました。やっぱり後輩の面倒見も良くてサッカーも上手くてかっこよくて、そういう先輩が一個上にいたことが自分にとってはすごく大きかったなと思ってます。これから先皆さんと一緒に人生を歩んでいく中でいろいろ辛いことや大変なことあるかと思いますが、二人で力を合わせて乗り越えて生きていってほしいなと思ってますので、二人で幸せな人生を歩んでもらえればなと思ってます。本当にご結婚おめでとうございます。正代くん皆さん結婚おめでとうございます。正代くんはサッカーがとにかく上手くていつも上手いなと思いながら見てました。仕事もプライベートも頑張ってください。おめでとうございます。正代くん皆さんご結婚おめでとうございます。ですね、正代くんとの思い出はやっぱりもう自分も正代くんとは FC 深さんの時から一緒にやってるんで、でなんならキャプテンを自分受け継いでるんで、もうそれ思い出っていうよりかはもう絆ですよね。絆で、あと正代くんのいいところってなくて、イメージは両足蹴れるっていうところがイメージではあります。でいいところ
は両足が蹴れるっていうところですね。一言で表すと両足使いの正代です。おめでとうございます。正代おめでとう。正代はね、ほんと俺の一個上でね、結構生意気でね、びっくりするよ本当に。こっちが正代と目があったらね、妊娠するって言われててね、本当にもうあの人はね本当に悪いんだから。会場にいるみんな、妊娠しないように気をつけてください。後輩からのメッセージでした。おい正代、みんなのこと幸せにしてやれよ。はい、すいません。本当は正代くんには毎日敬語使ってました。肩パンもされました。でも僕はそんな正代くんが大好きでした。なぜならサッカーもうまいし、肩パンはするけど後輩の面倒見はいいし、なんやかんやでいつも優しいし、そんな正代くんがいてくれたことが僕にとっては小学校時代、中学校時代すごく良かったなと思ってます。二人でこれから幸せな家庭築いていってください。正代、みなちゃん、ご結婚おめでとうございます。正代はですね、まあ、二人が出会った時、共通の友達が正代ということで、まあ、いろいろと飲みに行ったりとかして仲良くなったきっかけでもあったので感謝してます。してます。でね、まあ、みなちゃんともね、そこからいろいろと飲むようになったんですけども、これがちょうど10年ぐらい前の正代ですね。みなちゃん、正代ここまでいけるんで、引き続き食事制限、栄養管理どうかよろしくお願いします。まあまた4人でね、ご飯食べたりとかしていろんな話しましょう。喧嘩したらみなちゃん全然相談 LINE 送ってくれても大丈夫なんで、いつでも待ってます。じゃあ改めてご結婚おめでとうございます。正代、みなさん、結婚おめでとうございます。正代はだいぶ久しぶり。俺のこと覚えてるかな。正代との思い出といえば、高校1年生の時にね、クラスが一緒だったんで、部活と行事と共に濃密な時間、結構2人で過ごしましたね。そんな正代のいいところといえば、正代は運動神経すごい良かったですね。バスケでやらバレーやら何でもスイスイとこなしてましたね。重そうなんですけどね。そんな正代を一言で表すと、ズバリ、はい、これですね。この感じ、これ結構いろんな人が賛同してくれるんじゃないかなと思います。まあ、あくまでいい意味でね、この欲という感じ、彼当てはまると思います。正代、皆さん末永くお幸せに。岡山にも遊び来てね。どうも、 YouTuber です。今日は空の結婚式に乾杯。まあね、空の思い出はまず誕生日が一緒、3月2日で一緒で、いいところはね、いっぱいあるんだけど選べない。結構ね、お腹が大きいところと、心が大きいところ。何よりもイケメン。で、まあね、いつかね、また二人で、サッカーボールを蹴り合いながら、同じ息子を抱いて、乾杯したいよ。結婚、おめでとうございます。コングラチュレーション。岡本源です。正代、みなさん、お誕生日おめでとうございます。わー、やべえよお前。うわ、俺も結婚おめでとうと、お前お誕生日おめでとう間違えちゃったよ。もう下手こいた。それ正代との思い出、あんまり覚えてない。でもそんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。藤沢西のイニエスタ豊田とマルコス・セナ・ヒロシです。
初代皆さんご結婚おめでとうございます。いやめでたい、素晴らしいですね。初代といえばサッカーですけれども、めちゃめちゃうまかったですからね、うん、そうですね。ただ僕らとの思い出は語りたくても語ることができません。 B チームならね、それは仕方ない、うん、なので僕らが見てきた将来のサッカーのうまいところ、ピッチの外からねを10個言いたいと思います。お願いします、はい、でただ言うのは恥ずかしいので今からこれを一気飲みして言いたいと思います。お願いします。いきます。フリーキックがうっ、初代皆さん、この度はご結婚誠におめでとうございます。初代とは交流の時から先輩の試合に出ていて、後ろから見ていて本当に頼れるボランチだなと思っていました。誰とでも仲良くなれるところにあるのかなと思っています。なのですごくいい旦那さんになるんじゃないかなと思っています。すごく大変な時期、直接お祝いできないのは残念ですが、これからのお二人の幸せを願っています。この度はおめでとうございました。初代皆さんご結婚おめでとうございます。エロレインコートエロガッパこと福江直弘です。お久しぶりです。この度は本当にご結婚おめでとうございます。初代とは高校の学園時にたくさん一緒にサッカーをさせてもらいました。小学校のことから知っているサッカーの上手い有名人でした。そのサッカーの下手くそな僕ともたくさん一緒に対面でパスをしてくれたり、僕自身すごく成長しました。これからもまたフットサルとかサッカーとか一緒にやりましょう。それじゃあね、おめでとうございます。初代皆さんご結婚おめでとうございます。初代とは高校3年間サッカー部で一緒でした。非常に仲間思いで優しくてイケメンでサッカーが天才級に上手くて、ずっと隣で見ていて好きでした。付き合ってくださいっていうのはまあ冗談にして、そのね広い心で奥さんを包み込んで、幸せな家庭を築いてください。ぽっちゃりしたからまた一緒にボール蹴ってダイエットもしましょう。お幸せに。初代皆さんご結婚おめでとうございます。急遽メッセージということですいません、お風呂で撮らせていただいてます。初代のいいところはやっぱり優しいところと、ちょっとふくよかなところ、ふくよかいい体型なところだと思います。まあ、そのね愛嬌のある体型で性格で、皆さんを一生和ませてあげてください。もうちょっと暑いんですいません、出させてください。初代くん皆さんこの度はご結婚おめでとうございます。初代とは高校3年間一緒にサッカー部としてやってきた仲間なんですけど、本当めちゃくちゃうまくて一緒にサッカーできて楽しかったです。またやりましょう。あとちょっと最近全然連絡くれなくなっちゃったので、たまには連絡してきてください。飲みに行きましょう。初代皆さん、ご結婚おめでとうございます。初代の、サッカーのイメージはですね、足元が上手くてキープ力が半端なかったなっていうのはあって、まあなんか高校の時代とか、パントの練習とか練習相手ですごいなんか濃かった日々を今でも懐かしく思います。で、チャナベと、正代でうちに遊びに来たんですけども、まあ、その時にですねパソコンの、データを勝手に見られて、とてつもなく恥ずかしい思いをしました。まあ皆さんとの結婚生活でですね、しっかりプライベートを守って、節度ある距離感を保って生活していってください。よろしくお願いします。将来結婚おめでとう。イエーイ。将来とはサッカー部で一緒に副部長をやらせてもらいました。本当に懐かしい。将来頑張り屋さんで真面目でいい思い出です。
幸せな家庭を築いてください。おめでとう。正代はいつもインスタで投稿した後にワンテンポいつも必ずいいねくれてて、心の支えになってます。幸せな家庭を築いてください。おめでとうございます。山崎大二郎です。正代、皆さんご結婚おめでとうございます。正代との思い出は高校3年間たくさんボールを蹴って選手権の、サレジオ戦で後半ロスタイムぐらいですね、アシストをして僕が点を決めたことが一番の思い出です。正代は本当にいつも優しくてかっこよくて謙虚でした。特に一言で言うと正代はうちに胸上げる熱い男です。はい、ということでちょっと今日すごい熱いんでね、ちょっと水だけ失礼します。すいません、よく高校3年間飲んだ水です。ちょっと足りないんでもう少し水が必要なんで、ちょっとご結婚おめでとうございます。正代くん、皆さんお誕生日おめでとうございます。僕の誕生日5月2日です。ちゃんと祝ってください。ご結婚おめでとうございます。